宇宙プロジェクトの中心企業ミカド本社が宇宙太陽発電用シャトルの打ち上げを発表しました。その発表が波紋を呼んでいます。この宇宙太陽発電とはどのようなものなのでしょうか。映像を用意しました。ご覧ください。まず地上の受信施設から誘導信号が送信されます。信号を受けた発電衛星は 大きなミラーで太陽光線発電を行い電力を発生させます。
その電力をマイクロウェーブに変換し、地上の受信施設に送ります。地上施設でそれを電力に再度変換し、一般供給しようというものです。しかし、この不景気の時期に大量の電力を供給する必要があるのでしょうか。また、マイクロウェーブが降り注いでくることで、人体はどのような影響を受けるのか。ミサド本社は国際協力のもと、極めて公共性の高いプロジェクトの中核を担っているのですが、詳しいことは何も発表していません。今後の動向を報告したいと思います。まずい。出遅れた？顔してたらお客さん怖くて入れないよ。そうは言ってもこれが仕事だ。やった。春だというのにおかしな天気だ。ドミニク、お待ちかねだぞ。早く行ってやんな。こう暇そうね。店が平和な証拠なんだぜ。ワンさんが暇な時はよ。なしよ。おはよう。なんだよ、遅かったな。何してた？ねえ、シオンの誕生日っていつ？なんだよ、突然。シオン、交代だ。ああ、分かってる。そういや、お前がこの店に来て大乱闘をやらかしたのって1年前の今日じゃないか。じゃあ今日はシオンがバウンサーになった記念日ね。
なんだよ。プレゼント。何？下がってろ、ドミニク。特殊工作部隊。動き出しやがったか。狙いは俺じゃなくドミニク。ドミニク。何者なんだ奴ら。帝の連中だ。よくご存知で。行こうぜ帝本社。ああちょっと待ってな、ダチに当たってみるからよ。ちょっと調べてほしいことがあるんだな。あ、帝本社に急ぎで行きたい。急いでるんだ。ああ、頼む。で、時間は？わかった。急がないとな。サンキュー、恩に着るぜ。中央駅から帝本社まで専用列車が出るらしい。いつだ？30分後。時間がない。行こう。あいつも心を開いてきたみたいだな。彼女に関しては。ふっ、まったく。
残ってたか。そう、バンタイさんで。聞かせないつもりだし。ならぶっ潰す。手間かけさせないで。残念ながら相手が悪かったな。飛んだ足止めを食ったぜ。ま、やられキャラはこんなとこね。どうした？あの黒ひょう知っているのか。いや。急ごう、列車が出ちまうぜ。ああ。どうした？警備兵だ。さすがに厳重な警備だな。時間がないぜ。なら正面突破だ。おい、なんだお前たち。無賃業者さ。知る必要はないだろう。言ったら通してくれんのか。お仕事ご苦労さ。悪いな、急いでいるんだ。切符は不要だな。あれらしい。派手なお出迎えで。そろそろ発車時刻だ。ああ、間もなくだ。出発するところを見計らって飛び乗ろう。警笛が鳴ったら列車に向かって走る。乗り遅れんなよ。誰に言ってる。命に値する仕事かよ。どきな。
ーかけてくれちゃって。その数で俺は止められないぜ。実は燃料輸送の列車だし、近々シャトルを打ち上げるって話だ。おそらくはロケット燃料だ。ドミニクはここに。さらったのは特殊工作隊だ。ドミニクはすでにミカドの本社だ。ほう、ずいぶん詳しいな、ボルト。見つかったか。あれだけ派手にやりゃね。最後尾に侵入者がいる模様。直ちに確認してくれ。ただし銃は使うなよ。ロケット燃料を積んでいるんだからな。頼んだぞ、エキドナ。了解。お客さんだよ。相手は無賃乗車だ。丁重に叩き出してあげようじゃないか。ひえここじゃ凍え死んじまうぜ。中に入る。その必要はなさそうだ。援護が来る前に片付けねえとな。ちょうどいい。体を温めよう。奴らにドミニクの居場所を吐かせてやる。ないね、あんたたち。罰金は高くつくよ。ドミニクはどこだ。よう、相変わらずだな、エキドナ。あんた、まさか、ボルト。確かに、とどめを刺したはずだ。確かに、お前の知っている俺はもういない。今度はお前が地獄を見る番だ。
なら今度こそとどめを刺してやるわ。お友達も一緒にね。そうはいくかよ。黙ってりゃいい女なのよ。できるかな、エキドナ。ドミニクをどうするつもりだ。今度会う時こそ思い知らせてあげるよ。本気になった女の怖さってやつをね。やつと何があったんだ、ボン。話はまたになりそうだな。来たか。やりすぎだぜ、リアン。連結部のロックはカードキーになっていた。カードキーなんてどこにある。運転席にあるだろうが。前へは行けないぜ。この車両にかけるしかないな。おいおい、なかったらどうするんだよ。だからかけさ。時間がないぜ。時間はないぞ。
信はできんぞ。ブレーキは壊れたままだ。まずいな、防火シャッターが作動したようだ。閉じ込められたらアウトだな。どの道後戻りはできないんだ。行こうぜ。こんな非常時でも襲ってくるとは仕事熱心だね。って他人事じゃないけどな。避難しろ、命が惜しければ。邪魔するな。行くぜ。
しいな。外に行けるのか。でも出口はここしかないけどな。エアキャリアか。俺たちを探してるらしいな。一難去ってまた一難。どうするよ。一気いただこう。そりゃまた大胆な。で、くださいって頼むのか。隙を見て飛び乗る。一か八かだな。よし、今だ！ナムさん！なんだ？すまんが、いただくぜ、このエアキャリア。探してるのは俺たちか。お探しの侵入者だ。操縦を頼む。わかりました。ドミニク、よし、あそこに頼むぜ、運転手さん。逃げやがった。ボルトが脅すからだぜ。命がいくつあっても足りないぜ。生きてるんだ、感謝しろ。はいはい。あのドーム、確かにドミニクがいた。行ってみるか。簡単に行っちゃって。
洒落たベッドを買ってやがる。ただの番犬ってわけじゃないだろうがな。ほら、一つになっていかねえだろ。黙ってろ。見つかると厄介だ。工作部隊、この厳重な警備間違いないな。やはりドミニクがあそこに。どけてめえら。気をつけろ、ここじゃ奴らが有利だ。手遅れになってなきゃいいんだ。奴ら街中とは動きが違うぜ。奴はどこだ。ドミニク、やはり嫌だったか。貴様、悔しいか。大事な女を奪われて。助け出すさ、貴様を倒してな。残念だね、そううまくはいかないさ。ここでは我々の方が上だからな。お前は私によって倒され、永遠に彼女を奪われるのさ。足ゴーグルか。こいつ正気じゃねえ。今度はやらせやしない。失ってたまるかよ、これ以上。こいつ、人格に影響が出るほどの強化を。
座って姫君のお迎えに上がろうぜ。しよう。近づくとでかいな。これじゃお手上げだな。ギブアップはしないさ。王、ドミニクをガレオスへ移してくれ。予定通りに進めよう。しかし衛星制御施設は先日の爆発事故から復旧しておりません。何を言うか。ドミニクが帰ってきたのだ。可能さ。しかし総帥の命令だぞ王。お言葉です。私にとっての総帥は先代のみです。あなたはこの帝グループを私利私欲のために動かしておられる。先代が知れば何と思いでしょう。妹様のためにもどうか。では力ずくで止めるかね、王同士。あれはドゥラガン。あのじいさんは何で戦ってるんだ。老子。東洋では死を超えることを恩返しというそうだが、これが私の恩返しだ、ロシ。ロシ。許せ、シオン。止めねばならなかったのだ、この帝の暴走。ロシ。あとはシオン、お前が。ロシ。ほう、貴様も王に憲法を学んだか。なるほど、手こずらせるわけだ。ロシの仇を討ち、ドミニクを返してもらう。返してもらったのはこちら。彼女は私の妹だ。何？何が欲しい？今まで妹を守ってくれた礼はしよう。舐めるな。どうしてもやるというのか。いいだろう。圧倒的な力の差というものを教えてやろう。君たちは三人でかかってきたまえ。さらにハンデをつけようか。ふざけやがって。後悔するなよ。余裕こいてくれちゃって。この俺を忘れたとは言わさんぞ、ドゥラガン。Yeah!
見覚えがあると思ったが、そうか、生きていたのか。お前を倒さねば先代へ顔向けができんからな。次は両手で来い。王めここまで育てていたとは。口ほどにもねえぜ。さ、おとなしくドミニクを返してもらおうぜ。ふん、見くびりすぎていたかな、君たちを。これではどうかな。なかなか楽しませてもらったが、私は忙しいのだ。ドミニクもね。さあ始めよう、ドミニク。お母さんは、ちょっと待ってね。先生、先生、ごめんなさいね。先生は今往診中なの。他の病院を当たってくれる？お願いです、ここが最後なんです。妹、妹を助けてください。大丈夫かね。これはひどい。すぐに私の病院へ。かしこまりました。帝様があなたを養子にとおっしゃっています。ただし条件があります。条件？あなたには帝グループの跡取りとしてふさわしい人物になっていただかねばなりません。学問はもちろん、心身も鍛えていただきたいのです。わかりました。ぜひご恩返しをさせていただきます。すべての断りをお学びください。妹様のためにも。よくぞ総帥を見取ってくださいました。厳しい修行にも耐え、立派に成長なさいましたな。先代もご安心なさって長き眠りにつかれました。これからはあなた様が帝グループをお導きください。
ークはどこだ。命より大事な仕事か。男臭。こんなとこに閉じ込めんでもいいだろうが。おい、うるさいぞ。すみません。ねえ、苦労さん。異常ありません。カードキーが必要か。お疲れ様です。お疲れです。OK です。なんとか切り抜けたか。
お疲れ様です。地面は縮むぜ。異常ありません。女王陛下の高齢法ってね。
邪魔。ディア、お前侵入者だな。ルディア、事故じゃなく人体実験。何なんだよ、 A2 計画って。パスワードが必要。クソ、最高テニスが追い込まれたらしい。関わり合いになるとやっぱり上にも行かない方がいいんだ。なるほど、上か。
やらかした後だな。死を覚悟か。報告書。先代暗殺者の抹消に成功か。うん。駅だな。秘密のガードに当たる。今度は人型か？なんだよ。わかるわけないわよね。え？ドミニク。Shoot.
乱しすぎだぜ。ずいぶんとお似合いだな。これで役者が揃ったってわけね。やってくれる、やってくれるぜおめえら。私の人格など崩壊してもいい。お前らをぶち殺せればな。切れたら負けだぜ、戦い。こいつ、まともじゃない。やられてたまるかよ、ドミニクを前にして。冷静じゃないとな。愚かな。ドミニク、ドミニク、ドミニク。初めてだね、抱きしめてくれたの。ああ、お楽しみのところ悪いな。ラブシーンは後にしてくんねえかな。だな、脱出する方は命がけだ。すまない、急ごう。で、どのルートを取るんだい。警備はどこも厳重だろうが、ロケット砲なら複雑な構造が俺たちの味方をしてくれる。決まりだな。よし、行くぞ。シオンの野郎、最悪の事態にならなきゃいいが。ロケット塔に侵入者を確認。全ロボットを警戒モードに切り替えろ。侵入者はシャトルエリアに向かっている模様。まずいな、思ったより警備が厳重だ。ドミニクを連れて4人じゃ見つけてくださいって言ってるようなもんだ。ごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくてよ、ここはおとりが必要じゃねえか。だな。1人がドミニクを連れて、2人はおとりになって警備を分散させよう。じゃあ誰がドミニクを連れて逃げる。では行きますか、お嬢さん。こうなの？いまいち不安だな。贅沢言うんじゃねえの。
頼むぜ、コウ。気をつけてしよう。必ず帰るぞ、ドミニク。いいな。ボルトも。さ、行きますか、お姫様。苦しゅうない。しっかり頼むぞよ。待ち伏せかよ。どうしたい？私、帰ってもいいのかな？私、ここ嫌いなの。ここから逃げ出して、それでシオンに、みんなに会えた。お店もめちゃくちゃにされちゃって。最悪の事態さえ避けりゃいいんだろう。大丈夫さ、お姫様。マスターのやつ、ああ見えて小金を貯め込んでんだ。お前が来てからさ、シオンがまともに口を開くようになったのはな。あいつに乗り換えるか。俺が連れて行こう。ボルトなら安心ね。本当はシオンがいいけど。頼むぜ、ボルト。気をつけてしよう。必ず帰るぞ、ドミニク。いいな。こうもね。よし、行こう。よろしくね、ボルト。
ねえボルト。なんだ。私帰ってもいいのかな。私ここ嫌いなの。ここから逃げ出して、それでシオンにみんなに会えた。シオンもお前が必要だ。だから迎えに来た。作業用エレベーターを使おう。俺が行こう。ありがとうシオン。チッ、俺たちはついでかよ。チッ、行くぞコウ。へいへい。二人も気をつけて。行くぞドミニク、俺から離れるなよ。うん。ねシオン。ん？私一緒にいていい？なんだよ突然。私ここ嫌いなの。王さんが逃がしてくれて。老子が？それでシオンに会えた。ドミニク。シオンと暮らして最初はあまり話してくれなかったけど、初めて自由で初めて楽しかった。帰っていいんだよね。当たり前さ。
あれを使おう。寝つきが悪くてね、商売柄。ドミニクを頼むと言ったはずだぜ。攻めるなよ、シオン。ギリギリセーフだ。チッ、うかつに手を出せば、ドミニクだ。その前にぶっ壊してやるよ、お前を。俺たち三人が相手だがな。3対1か。そのくらいのハンデはやろう。ハンデじゃないだろう。こっちとら生身だぜ。言うのは簡単だ。後悔するなよ。なしで十分だったな。ドミニク、ドミニク、大丈夫か。まだ嫌がったか。
チ、作動させちまったか。ドラガンのやつ、ドミニクに何を。ドミニク、てめえ生きてやがったか。当たり前だ。今はこいつをドラガン様に届けるのが先だ。巨大シャトル、ガレオスへな。てめえらを撃ち殺すのはそれからだ。しまった。あれがドミニク。彼女はドラガンの死んだ妹だ。何？詳しいな。現ミカドグループ総帥ドラガンは幼い頃妹を病気で失った。総帥の座を手に入れたドラガンはその資金力と技術で妹を蘇らせた。嘘だ。俺は以前先代ミカドの SP だった。真実が知りたきゃな。仕方ねえ、援護を頼むか。干渉に浸ってる余裕はなさそうだぜ。ししよう。軌道へ行こうってのか。もう失うわけにはいかないんだ、大事なものを。よく今まで生きていたね。褒めてあげるよ。エキドマ、無月も PD4 も勝てなかったお前たちを倒せば私が一番になるんだよ。
お前たちを倒したこの私が。悪いが、お前と遊んでいる時間はない。なめるんじゃないよ。あんたは昔からそうだ。先代の SP の頃から私に指図する。お前たちをガリオスには行かせやしないよ。行かせてもらう、ドミニクのところへ。いいだろう。今ここでケリをつけてやる。たく、女の執念ってやつは。教えてもらおうか、ガレオスの格納場所。ガレオスはどこだ。残念だったね。そろそろ発射の用意が整っている頃さ。何、これで終わりだ、ベキドナ。くっそ、まだだよ。私はまだ戦える。お前の負けだ。じゃあとどめを刺すんだね。ドラガンの先代暗殺に加担し、その罪をあんたにかぶせた私を。もう勝負はついた。私に恩を着せるつもりかい。ボルト、あんたはいつもそうだ。いつも私より上を行って。私はあんたを超えられない。もういい、エキドナ。帝から出て女として生きろ。待ちな、ガレオスなら隣の塔だよ。ドミニクもドゥラガンとガレオスの仲さ。何だと。
てデカさだ。ったく何してやがる。間に合わなかったってのか。でもこのオラージュ編隊では足止めをするのが精一杯。その間にエアキャリアでガリオス内部に潜入してちょうだい。たく無茶ユゼリアのやつ。こうなりゃ毒を食らわばなんとやらってね。なんだあれは。ガレオスを足止めしているように見えるな。さて俺たちも行こうぜ。どうやって。あれでさ、エアキャリアで追いつけるのか。行こう。戦闘機が足止めしているうちにブースターに点火する前に間に合えばいいんだ。急ぐぞ。掃除はどうする。そうか、無月を頼む。思いっきりぶち切れて、てめえらをぶち殺せるべ。ああ、俺もお前にとどめを刺さないと気が済まない。
炎熱地獄へお願いだぜ。やつもドラガンの被害者か。あとはドラガンだけだ。さあ始めよう、ドミニク。まずはあの病院からだ。黒ひょうじゃねえか。一体何者なんだお前。こいつただのひょうじゃないな。ドラガンの番犬ってわけか。私は帝に事故に見せかけて存在を抹消された。事故じゃなかったっていうのか。そしてより人間に近いドミニクのためバイオノイド技術の実験体にされたの。バイオノイド技術。クソ、ドラガンのやつ。あの人はかわいそうな人なの。あの人、ドラガンは孤独なのよ。私がそばにいてあげないと。言うな。
イオノイド風情に私が同情されるとはな。貴様ジオ知っているのかジオ。俺の大切だった人に似ていた。えだがその人はもういない。シオ。シオ。俺の大切だった人に似ていた。行こうぜシオン、ドミニクのところへ。もうそんな思いをしないためにな。ああ。ドミニクも。失うわけにはいかない。私に逆らう者がどうなるかをまず教えてやるのだ。私に従う者には衛星から無限のエネルギーを与えてやる。衛星を使って支配しようってのか。人間は管理されたがっているのだよ。利益のない者には目もくれず、権力のある者にはこびへつらい。自らの力では何もしようとしない。人間は絶対的な力で支配された方が幸せなのだ。ドミニク、違うと言っているようだな。妹は。妹だと？この出来損ないの人形画か。自分でドミニクを作っておきながら両手で相手をしてやろう。この私をここまで追い詰めた褒美にな。お前だけは許さないぞ、ドラガン。取らせてもらうぜ、先代の仇。後戻りはできねえんだ。マジに行かせてもらうぜ。幼き頃の屈辱を。
組織の上に立つ者のこの憤りを。恨みなんかで戦う奴に負けるかよ。ゴルダ、ドラゴン。冗談じゃねえぞ。命のやり取りが仕事だぜ。任務完了ってか。面白い、面白いぞ。ここまで私を本気にさせる者がいるとは。今までの非礼を詫びよう。もう幼き頃の屈辱も、ゲスな民衆への憤りもどうでもいい。初めてこの喜びを与えてくれた君たちに感謝する。全力で戦えるこの喜びを。マジかよ、もう会えねえかもしれない。全力で来い。俺はそれを受け止めて勝つ。生き残ったぜ、リアン。ドミニク。
私怖い夢を見てた。人をたくさん殺しちゃう夢。ただの夢だ。もうそんな夢は見ない。安心しろ。まずい。このままじゃ衛星に突っ込むぜ。軌道を変えてくれよ、ボルト。エアキャリアとは違うんだ。後ろ。え？後ろだわ。この大きな船、後ろは地球に帰るのよ。何を言ってるんだ、ドミニカ。怖い夢で見たの。この大きな船が二つに分かれるの。夢で？本当よ。俺はドミニクを信じる。シオン、それにかけるしかねえか。俺は乗ったぜ。決まり。聞こえる？バウンサーの皆さん、リア、あなたたちが生きていることを信じて通信しています。そのガレオスには衛星に近づくと作動する分離プログラムがインプットされています。ガレオスは前後に分離して全部は衛星とドッキングして機能し、後部はそのまま地球への機関シャトルになります。これを聞いていたら後部シャトルへ急いでください。繰り返します。あなたたちが生きていることを信じて通信して技術者から聞き出してください。誰だ？疑ってる暇はなさそうだぜ。後部シャトルへ急ごう。ガレオスは前後に分離して全部は衛星とドッキングして機能し、後部はそのまま地球への機関シャトルになります。これを聞いていたら後部シャトルへ急いでください。繰り返します。本当だったのかな、あの怖い夢。心配するな、もうそんな夢は見た。安らかに眠ってくれ、カルディア。くれたわ、ご苦労だったわね。期間はゆっくり休んでちょうだい。今後の任務は追って連絡するわ。ほんと人使いの荒い女だぜ。
その後どうだ、ドミニクは。心配ない。衛星がなくなったおかげで何も変わりはないさ。いつか気がつくぞ。俺たちが年を取っても彼女はそのままだ。その時は俺が言う。だがそれまでは普通にしてやりたいんだ。ああ、そうだな。ボルト、交代だぜ。ああ、わかった。たく退屈だね。あの一件以来店も静かなもんだ。うまくいってる証拠なんだろう。俺たちバウンサーが暇な時は。たく退屈だね。あの一件以来店も静かなもんだ。うまくいってる証拠なんだろう。俺たちバウンサーが暇な時は。そうだけどよ、せっかくのこの腕もなまっちまうぜ。交代の時間だ、シオ。ああ、わかった。シオン、相変わらず元気だね、お嬢さんは。こうは元気じゃないの？いや、元気元気。体が資本のバウンサーってね。そう、元気が一番。ほう、交代の時間だ。はい、よっと。衛星はなくなったけど、ターゲットの監視は続行することが正式に決まったわ。後任が決まったから、ゆっくり休暇でも取るといいわ。ああ、それなんだが、俺が引き続きできないかな。できないってことはないけど、どういう心境の変化？ま、気まぐれかな。上部には伝えておくけど、くれぐれも任務に支障は禁物よ。いいわね。もう気をつけなきゃダメだよ、シオン。了解。さてと、今日は俺が最後だし、そろそろ店じまいかな。チッ、本業が残ってやがったか。店じまいのところ悪いけど、もう一仕事お願いよ。中央広場まで行ってちょうだい。なんだよ急に、別の任務か？行けばわかるわ。Thank you.
真面目に働いてるね。調子はどうだ？もう大丈夫だよ。前より元気なくらいかも。ん？どうした？最近優しい顔になったね、ボルト。それは困ったな。どうして？商売上がったりだ。それでもお客さんは増えるよ。でなきゃ商売にならないじゃないの。ああ、そうだな。だから優しい方がいいのよ、ボルト。シオン、お前の言う通りだ。この店はまだバウンサーを募集してるのかしら？エキドナ。あたしには楽勝だろ。あんたでもバウンサーが務まるならさ。女として生きろと言ったはずだ。どこにいるんだい？あたしより強い男が。エイナ。その名前で呼ぶなって。あたしはエキドナだよ。勝手にしろ。ただ酔ってきた。
よう、この店つけは聞くのかい。ダメじゃない、バウンサーが居眠りしてちゃ。ああ、つけてくれてたんだ。ペンダントはつけるもんだろ。嬉しい、ありがとう、シオン。そういや、言ってなかったな。何を？ありがとう。え？ペンダントのお礼さ。待たせたわね。リアン、上からの指令よ、あなたと戦えってね。な、何？試したのよ。私に負ける程度ならターゲットの監視を任せられないってね。信用ないんだな俺。仕方ないでしょ、あなたがうまく対処できてさえいればあれほどの事件に発展することはなかったのだから。でどうする？合格よ。引き続き任務を続けてもらうわ。じゃあね。おい待ってくれよ、久しぶりに会えたんだ、せっかくだから。言ったはずでしょ、任務に私情は禁物だって。たく辛い仕事だぜ。老师，Ready, fight!
Sion Barzad. More seriously, come on. よいか、シオン。もし私が姿を消しても心配するでないぞ。ロシ、お前は自分の拳を磨くことだ。さあ来い、シオン。修行の成果を私にぶつけて来い。成長したな。あとは己の心次第だ。技を己の業で使ってはならん。お前は孤独であるがゆえ強さを手に入れた。だがこれ以上孤独ではいかん。心を開き人の気持ちを受け入れてこそ強くなっていくのだ。心とはそういうものだ。なんだお前。私、ドミニク・クロス。あなたは？俺か。俺はシオン。シオン・バルザード。